今日はね、皆さんの本性を暴こうと思ったわ。結構ね、リスナーの方はね、我々の本性を知らないと思うんですよ。あ、まあ猫かぶってますからね。そう、かぶってますからね。そう、全員がそうじゃん。本性を暴こうということで、はい、心理テストやります。あー、いいね。心理テスト、意外とやらないよね、心理テスト。やんないじゃん、じゃあ心理テストやってみたかった。やってみたいでしょ。そう、どんなさ、裏の顔を持っているのか、メンバーが、全部で4問です。はい、第1問。はい、買い物へ出かけたあなた。はい。帰宅すると一つ買い忘れたものがありました。はい、お、それは何でしょう。はい。直感でいきましょう。はい、決まった。はい、決まりました。え、ガチャどこ行った？あった。一人すっげえ買い物だ。長い。アルファベット1個でいいんやぞ。そうだよ。ああ、どんだけ何か書いてたの。これ、ボケなくていいのよ。はい、ここに全然ボケない、これに関しては。はい、このテストで分かるのは、あなたが人を裏切るときはいつかということがあります。まずは大樹さんから。はい、オープン。はい、 A でーす。 A。 はい、なるほど。なるほどね。掃除用具なの、日曜雑貨店。たつきさん。俺だからフルで書いたから遅かったね。フルで書いた。ああ、もう、あ、このね、問題はね。どう？おー、分かりづらいよ。フルで書いただけだから。大喜利じゃないやな、これ。 A か Z を書いて、 A を丸く。あ、いいじゃん、全部書くな。それ一個でいいんだよ。はい、バシリさん、どうぞ。 A。 おもんな。 A。 あ、ごめん、違う、これにおもんないって言ってたよ、俺。違う、3人とも答えが一緒だから。お前、気軽からおもんないって言われすぎたから近づけ。あ、そう、お前じゃないよ。問題 A です。そう、問題 A です。3人とも A ということで、A の掃除用具など日用雑貨品を選んだあなたたち。ビジネス能力や知力が高く、仕事で認められることを何に対してします？仕事に関する出来事で裏切りやすい傾向にあるようです。なるほど。あ、そうなんだ。行きましょう。それを聞いたら俺意外と C だった。じゃあ結構 C だね、さつきは。うん、あなたの家にはすりガラスになっている窓が1個だけあります。すりガラス。はいはいはい。すりガラス。その窓を開けた先の景色は次のうちどれ。はい。お、開けて、これ心理テスト向かないかもね。そう、なんかめっちゃちょっと考える。めっちゃ考える。え、なんかそう、もう考えパッと見、パッとだからね。大樹さんからオープン。はい、A。 A、 マンションの壁ね、開けたら。あー、また一緒。 A、 マンションの壁開けたら。はい、たつきさん。アルファベット順で言えば一番最初に来るやつですね。 A な。 A な、また一緒かって感じ。マジやばくない？おい、これ思うねーって。しょうがないの、死んでるぞ。これは致し方ないんだよ。おい、嘘、全員壁マンションの。だるいて、この答え。この答え、だるいて。なぁ、A って書けよ。このテストで分かることは、あなたの嘘つき、詐欺師度が分かります。うわー、とりあえずじゃあ A からいきましょう。うわー、マンションの壁を選んだあなたのスキルは 70% です。おー、やばー、高いな。めっちゃ嘘つきや。秘密主義でどんなことも隠そうとしています。おー、息を吸って吐くのと同じように嘘をつくことができます。いやー、これは痛い。いやー、そう、あれだね、嘘をついても平気な顔してんだね。罪悪感なし。ちなみに D は、はい、まあ、一番下の 0% か、一番上の、うん、90% です。あ、もう絶対90だ。はい、そうです。なるほど。あー、マジか、やば。電柱の選んだあなたの嘘つきのは 90% です。俺もだけどね。そう、90%。こいつ当たってるね。俺当たってるわ。たつきはそんなことないから。これ、裏の顔を持った詐欺師のような感じ。あ、俺言われる、詐欺師に向いてるって。マジ。うん、合ってるよね。合ってる。これは結構合ってる。3問目。異性が目の前でドリンクを飲んでいます。絶対これじゃない、俺に向けて。何を飲んでいますか？次どんな回答してくれるのか、俺もうワクワクしてる。俺もうファンだもん、この回答。あ、ファンなんですか。ファン。もういいのよ、長いんだって。お前何してんだよ。 B。
B ココア。ココア。ココアね。はい。僕も B。ああ、え、まあ、お前らさ、お前ら一緒すぎやろ。確かに。ゴリラの血液型と言われているけど、実は違うらしいよ。まあ、都市伝みたいなものですな、B。めんどくせえてめんどくせえまた P 全員あ全員 P なんねじゃんだけど、ここだけど最初に思ったのはこれじゃないよ俺おい、いいよいいっていいってまた待つんかこの時間いいねいやコーンスープーココア、ココア、コーンスープいやでもコーヒーかなーコーヒーだあ、全員バラけたねあ、ついにバラけたあなたがどんな人に対して恋に落ちやすいかがわかりますうわみんな違うんだでもさ全員違う改めてこうさこれ見るとマジタイプ違うタイプ違うよ、ねうん、マジで違う全く違うこれ合ってると思う、うん、全然違うとりあえずじゃあリボンさんがいますか B B はい B、はいうん、真面目な人に恋に落ちやすいタイプおー真面目な人が好きなタイプおーそうだってそうかいや多分ねいやこいつは違うよ多分芯がぐにゃぐにゃだけど、うん、そうだからこそ相手に対しては相手が芯がまっすぐな人でいいでしょそうだから俺尻に引かれたタイプだからしっかりしてるあだよねあそうだろだから合ってんの合ってるわ相手がまっすぐな人そう大丈夫か、うん、はい、A あなたは話しやすい人に恋をしやすいタイプです。あ、もう完全合ってる。合ってる。完全だよ。だから本当趣味が合う人とか話しやすい人めっちゃ好き。聞いてくれる子じゃない。いいよ。そう。無理だね。一人歩きがすごい。そうそう。話しかで無理相手が。ええすげえ。合ってますよ。すごいよ。合ってる。そう。直感で A B いやでもコーヒーだな A になった。じゃあ C のコーンスープ。たつきさん、あなたは面白い人に恋をしやすいタイプです。ギャグ戦の笑いのセンスがありあなたは笑わせようと会話を工夫する人に恋をしやすいんじゃないでしょうかうん全然違いますねあ違う全然違うねそもそも答えが B じゃなかったかこれ本当ははなんでマジでこれ言いたくない邪魔ですぎるぞお前なあめんどくせえじゃあ最終問題ですはい大事なペットのチワワがいなくなってしまっていました、うん、おおどうしていなくなったのでしょうか、うん、どうしてどうして理由ですねうん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 、うんあはい、大輝さんから、はい、どうぞはい、大輝の D からの ABCD からの D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  お前、鬱陶しいわ、お前同じようなやつやってきたよ、こいつ D です D 言わない一瞬だよ、お前マジでたつきさん C って言えば好きなカップ数は C or D or E わかんないどっちだ3つあるんだよ、問題数問題に3つあるからわかんないよ、C、D、E は E見せかけてのってことはもう多分ね、もうこのゲームあんま興味ないよカップがいいってこと問題さ、問題はどれだよじゃあ問題でわかるのはメンヘラドですうぅぅぅこれさいいメンヘラド 50% うわぁ、夢高い終わったなこれ環境に流されたいタイプねへぇ環境によっては可能性が多いなりますうんうんうん問題の D だ D ですはいメンヘラド 90% おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますはいしっかりメンヘラドだおめでとうございます俺は違うな俺絶対メンヘラじゃないもん俺はいやわかんないいやわかんないよ俺思うにねお前も結構入ってると思うじゃん俺はマジでないいや違う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 あなたは何かあるとすぐ心配になって一人で勝手にマイナス思考な妄想嫌なことがあると被害妄想をしてしまうタイプですね、それだけならまだいいものの時にそのマイナス思考の妄想がヒートアップしてしまって相手に対してなんでこっち見ないのどうして行かないでよとしつこいメンヘラスイッチが入ってしまう可能性があります美男美女すぎない相手や、うん、異性遊びが少ない相手と付き合うことをお勧めしますですってあ、まあ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 合ってるよね、こいつに関しては大輝ともかくめっちゃリモに関してはめちゃめちゃ合ってるよねめちゃめちゃ合ってる綺麗すぎる人とか可愛すぎる人俺嫌なのよ合ってるんだ、多分美男美女はやめましょうそう言ってるしスイッチどうたらのよりまでの話は大輝はちょっと当てはまる合ってるよね、大輝もあるとか少しは合ってるそれ俺心配性だしそうだねそれは合ってるよ皆さんも当てはまったでしょうかでも楽しいな楽しいよねね楽しい楽しいなもっとなんかねターボとかね正義そう暴いてないやつ暴きてんの暴こうねそうだねもっともっと出してよお前があいいよ俺もしたいもんあいいよ俺が出すのプライベートで
なんでだよ。サムネ出したらええやつ。意味ないって。ね、いやいや、いいじゃん。いや、まあ、俺回答側だったらいいよ、いくらでもやってあげるよ。いや、いや、もういいです。楽しい、楽しい。もうお前出せ、出題しろ。めんどくせえ。出題向いてないんで。いや、向いてるわ。めんどくせえんだよ、それ。じゃあ俺が出題するわ。ああ、そうだね。次はね。じゃあ3回。じゃあ3回は。それはよ。何してるかわかんないから3回。じゃあ俺も。問題分理解できる。なんでだよ。引き止めろ、マジで。